続いて7番目のグループの発表です。テーマはうららか家族になる日。こちらのうららかメニューのご準備をお願いいたします。発表グループの皆さん、登壇してください。これから私たちの発表を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回私たちがお二人のご要望の中で注目したのは、新郎の地方性、風土、風習など日本文化を取り入れた結婚式にしたい、新婦の授かった子と一緒にお祝いができるような結婚式にしたい、この2つのご要望です。まずはこちらの映像をご覧ください。この街でも同じ色で、まだ見慣れない景色の中、寂しさこらえ笑ってみるよ。初めての街、初めての春、この街でこれからを歩いてく。君とし私たちのテーマはうららか家族になる日です。2つのご要望に共通するものが何かを考えているときに、私たちはお二人にぴったりなうららかという言葉に出会いました。うららかとは、空が晴れて日が柔らかくのどかに照っている様子や、心にわだかまりがなくほっとりしている様子や状況を表す言葉です。結婚式に生まれる温かさをこの言葉で表現しようと考え、今回のメインテーマにいたしました。またテーマに合わせて世界でたった一つのロゴを作成いたしました。ささやかではありますが、ロゴの存在で少しでも特別感を演出できるのだと考えました。それではロゴについて説明します。こちらのロゴは、今回のテーマ、うららかの一文字を真ん中に、その字から芽が出るイメージでデザインしました。これは、今日ここからお二人が歩んでいくスタートを表しています。そこから伸びている茎は、お二人が刻んでいくかけがえのない時間。周りのつぼみは、今まで、これから、お二人が出会い、支えてくださる方々を表現しています。
その一つ一つに幸せが咲いていくようにという願いを込めて描きました。なお、こちらは招待状などのペーパーアイテムにお使いいただくのはいかがでしょうか。私たちのご提案する内容は、温かさという大きなテーマのもと、主に3本の柱で成り立っています。1本目の柱は古民家で挙げる結婚式について、2本目はお子様への心配りについて、3本目はお料理についてです。私たちは実際に聞いたこと、見たこと、感じたことをもとに、自信を持ってお二人にご提案できる内容をご用意しました。それでは1本目の柱から順番に内容をご説明いたします。まずは古民家で挙げる結婚式についてです。私たちはお二人の日本文化を取り入れたいというご要望から、目と心で日本の和を感じていただける場所として古民家をご提案いたします。ご列席の皆様のアクセス面や新婦の妊娠中の準備への負担軽減などをトータルで考え、東京中野区にある築95年の朝ごろう荘という古民家はいかがでしょうか。実際にこの施設の見学へ行きました。本来古民家は人が日々の生活をし、それが人から人へと受け継がれ、歴史があり日本人には馴染みのある場所です。人と人とのつながりを改めて感じさせてくれる、そんな場所です。和を感じるだけでなく、どこか安心できる空間であることから、ゲストではなくファミリーとして、いらっしゃいませという言葉の中に、お帰りなさいの気持ちを込めて皆様を迎え入れることができます。アットホームな雰囲気を望まれるお二人に、古民家で挙げる結婚式をご提案いたします。さらに私たちは古民家のお庭を使って、お子様からご年配の方までワクワクしながら一緒に参加していただける、うららかバルーンリリースをご提案いたします。お二人の幸せが天まで届きますようにと願いを込めて一斉にリリースします。全員が笑顔に心が一つになる瞬間を皆様で分かち合いませんか。バルーンは天然素材で環境に優しいので飛ばしても安心です。紐についた種はやがて土につき、芽を出し花を咲かせます。この花の成長過程をお子様の成長過程と重ねています。お二人のこれからの幸せは、きっとお子様が大きくなって結婚をして、いつかは孫の顔を見て、そうしたお子様の成長を見守ることが日々の幸せにつながるのではと考えました。以上です。続いて2本目の柱、お子様への心配りについてです。なお、新婦と生まれてくるお子様のことを考慮し、予定日から計算してお子様が生後8ヶ月になる平成30年2月で披露宴のプランニングをしております。産後6ヶ月が経過すると、新婦の体型は妊娠前の体型に戻ってきます。業界的に閑散期である2月に結婚式を行うことで、ドレスは体型が戻ってからでも安心してお選びいただくことができます。お二人が特にご心配されるのは、生まれてくる赤ちゃんと参列されるお子様のことなのではないでしょうか。8ヶ月の赤ちゃんはお座りが安定し、ハイハイができる状態です。離乳食にも慣れてきますが、万が一の授乳に備え、新婦のお支度するお部屋が会場の真裏にございますので、そちらを授乳スペースとしてご利用いただけるよう手配いたします。また当日列席者の中にお子様がいらっしゃるとお聞きしたので、お子様が飽きずに結婚式に参加できるようインスタントカメラをアレンジし、お子様にプレゼントすることをご提案いたします。名付けて子供カメラマンです。式中にお子様ご自身にお写真を撮っていただくことで、お子様が
一人のカメラマンとして結婚式に参加することができます。子供カメラマンが撮るお写真は自然体で温かい写真が撮れるのではと考えました。さらに素敵なお時間を過ごしていただくためにお二人のお子様のプロフィールや写真をカードに掲載し、加えてお子様へのご配慮に関する案内を皆様に受付でお渡しします。お声掛けだけではなくカードにしてお渡しすることでより皆様のご理解とご協力をいただけると考えました。お子様への心配りについては以上です。続いて3本目の柱、お料理についてです。私たちがメニューを考える上で大切にしてきたことは、季節感、色合いや見た目、危険性のないもの、テーマとのマッチングです。これらを踏まえて新郎の出身地熊本県と新婦の出身地長野県の食材を使用し、地方性とご両家の結びつきを表した新しいおもてなし料理をご提案いたします。今回はオードブル、メイン、デザートをご紹介いたします。皆様お手元のメニューをご覧ください。ここで訂正がございます。デザートの料理名で藤の花と記載されておりますが、正しくは花の藤でございます。大変失礼いたしました。それではまずオードブルです。一つ目は熊本県産の馬肉のテリーヌです。テリーヌにすることで馬肉特有の臭みをなくしました。煎ったエゴマの種をテリーヌに練り込むことでコクと香ばしさが生まれ、体にも良い一品になりました。二つ目が金目鯛とハマグリのポッシュ、みかんバターソース添えです。結婚式には欠かせないめでたい食材を使用した色合いも香りも爽やかな一品です。メインは信州牛のステーキ3種の彩りです。合わせるソースはリンゴと赤ワインのソース、信州味噌、デコポンと水前寺海苔のポン酢のジュレをご用意いたしました。色や味、食感も全く違う3種のソースをご用意することでお好みで味を変えて楽しみながらお召し上がりいただくことができます。付け合わせは旬のウド、こごみが入った山菜のくるみソースとかぼちゃのニョッキです。少量の炭水化物をこのタイミングで摂ることで消化の働きを助けます。デザートは新郎のお父様が作る日本酒花の藤を使用した花の藤のフルーツゼリー塩バニラアイスとともにです。花の藤の風味をより楽しんでいただくために色とりどりのフルーツと冬桜をゼリーに閉じ込めました。さらに桜と相性の良いいちごソースと塩バニラアイスを一緒にお召し上がりいただくことで3度味の変化を楽しんでいただくことができます。ここまでご紹介いたしましたお料理は長野県の木曽漆器に盛り付けご提供いたします。またテリーヌで使用したエゴマの種、メインの付け合わせで使用したウド、デザートで使用した冬桜はお料理で種から芽、花になる過程をお子様の成長と重ねてイメージいたしました。お料理についての説明は以上です。古民家であげる結婚式、その古民家で熊本県をこよなく愛する新郎のお父様に何か喜んでいただけないかと、私たちは新たな企画を考えました。それは古民家再生とウェディングが連携する新たなプロジェクトです。結びにこのプロジェクトについてご説明いたします。古民家再生プロジェクトとは、現在使い手がおらず使われていない古民家を修復し新たな使い道を見つけるリフォームが一般的です。しかし最近では
復興に協力したいという声も多く、震災で崩れてしまったまたは一部損傷してしまった古民家を修復するボランティア活動も一般応募で募った人たちで行われています。昨年度、新郎の故郷である熊本県でも大きな震災に見舞われました。熊本県には古民家再生協会熊本という一般社団法人があります。古民家を後世受け継ぎたい、古民家を残したい、そして日本の伝統技術がたくさん詰まった建造物として子どもたちに伝えたい、そんな気持ちが熊本県の方々の胸の中にあるようです。お二人の結婚式をきっかけに古民家に関心を持つことや、熊本県への復興支援を改めて東京から発信できるのではと思い、この企画をみんなで考えました。地方性、日本文化を大切にしたい新郎に喜んでいただけるだけではなく、熊本県が大好きな新郎のお父様は坂倉さんです。文化の継承という意味でもご共感いただけるのではないかと考えました。私たちのご提案するうららか家族になる日のウェディング、金額の詳細はこうなりました。会場料の相場と比較しますと、かなりコストを抑えることができます。2020年、私たちは東京オリンピックを迎えようとしています。東京オリンピックが決まった瞬間から日本は世界に注目され続けています。それに伴い日本の文化が注目されているのも事実です。今回のお二人のように日本文化を大切にしたいと望む方が多くなっていることも挙げられます。そういったカップルに喜んでいただける新たな形として、新しいことを取り入れながら古き良き日本の文化を伝えていける、そんな結婚式ができたら素敵だなと思いました。バルーンリリースやお料理全体で花とお子様の成長を重ねてイメージしたご提案は、お子様と一緒にお祝いをする形の一つとして、新たな視点で温かさを感じていただけるのではないでしょうか。結婚式の魅力、結婚式の温かさ、それをしっかりとお伝えしていくことは私たちがお二人にできることだと考えます。私たちは地味学習を行うにあたり、本当にたくさんの皆様にご協力いただきました。グループを代表いたしまして改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。ネットで調べること、誰かが見て得たこと、それもとても大事な情報ですが、そうではなくて自分たちで見たこと、聞いたことを大切にし、ご提案したいと思い作り上げたゼミ学習でした。そのため毎回難しい壁に当たっては考え直しての繰り返しでしたが、最後まで一緒に頑張ってくれたメンバーに本当に感謝しています。何より最後まで支えてくれた実行委員のメンバー、本当にありがとう。このゼミ学習で改めて結婚式が大好きだと感じることができました。結婚式が減少している今、社会人になってからも日々学び、少しでも多くの方に結婚式の魅力を伝えていけるよう頑張りたいと思います。それで私たちの発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。